光の担い手として、また道の担い手としての目覚め、ブルーレイスターシードのためにこの送信を受け入れてください。この送信はあなたを星の起源、星の部族に再接続し、あなたのエネルギーフィールドと DNA のシリウスの光の行動を活性化するように設計されています。数十年にわたり、インディゴ、レインボー、クリスタル、ブルーレイズはガイアのアセンションプロセスを支援する使命を帯びてここに転生してきました。ブルーレイの存在はシリウス星系と強く結びついています。彼らのオーラには精神的に見ることができる青と紫のエネルギーがたくさんあります。彼らは自然の錬金術師であり、熟練したエネルギー労働者です。彼らは思いやりと愛に対する大きな能力を持っています。私は濃密で困難なエネルギーを変容させるためにここにいます。ほとんどの人は困難な使命を選択し、困難な状況で転生することがよくあります。彼らが転生すると、他のすべてのスターシードと同様に、自分が誰であるか、生まれ持った才能、そして魂の使命を忘れてしまいます。多くの人は解放される必要のある虐待のパターンが密集している暗い家族や一部の暗い文化を選択します。ブルーレイは非常に敏感な傾向があるため、これはさらなる課題です。彼らは自分たちを理解せず、共鳴しない周囲の存在からの否定的で批判的なエネルギーの影響を受ける可能性があります。これによりブルーレイの中に強力な錬金術プロセスが生み出される可能性があり、ここでの使命に目覚める前にブルーレイは自分自身を癒さなければなりません。彼らは自分たちのエネルギー錬金術的使命と真に調和する前に、この感受性を管理し、強力なエネルギー境界を生成する方法を学ばなければなりません。彼らの愛する能力は、前に進むことができないという形で現れることがあります。極端な場合には、依存症として現れることもあります。ブルーレイの存在は、インディゴよりも、共感力があり、神秘的で、沈黙する傾向があります。多くの人がエネルギーワークやヒーリングに惹かれています。ブルーレイの存在は、定時のエネルギーや存在を引き寄せることができます。なぜなら、彼らは、これらすべての存在を光の中にもたらすことを学んでいるからです。ブルーレイの存在が活性化すると、遺伝子の損傷とそのエネルギーフィールドの操作が治癒されます。これが起こると、彼らは世界からの影響が少なくなり、周囲の現実に対してより強力かつポジティブな影響を与えることができると感じます。ブルーレイの存在は一度目覚めるとライトボディを強化するために働き、ライトマスターや天使とつながることによってそうします。彼らはシリアの天使や大天使、そしてシリウスのマスターヒーラーとつながっています。青い光線は魂を活性化し目覚めさせるものです。彼らはこの地球規模の移行期に明るい光を当てる光の担い手です。彼らは多くの人を助け、触れ、癒しに来ます。ちなみに彼らは30歳から60歳の間である傾向があります。彼らは占星術的に水と風の星座であるか、これら2つの要素の多くがチャートに現れています。あなたの出席は重要です。周波数の上、下、そして上。私は、あなたは、私たちは、ユニット、グローバルな意識。